どうも、ギフライター友です。もうご存知かもしれないんですけど、ガールタンムエチガイシク出るぞー。これは爆上がり。先日、トナメで会った方とも喋ってたんですけど、このイラストは日本ならでは。もう日本特産です。海外の OCG、ラッシュデュエルにはもう真似できませんね、これ。何がとは言いませんけどね。ガールタンの興奮は一旦置いといて、あとこちらですよ、マジックシリンダー、ついに来てしまった問題のレジェンド。トラップカード部門のレジェンドだったら一番強いと思ってます。なんでかっていうと、ミラーフォース激流装じゃやっぱマキシマムモンスターって破壊できないんですけど、これ関係ない。もう攻撃止めてそのダメージ与えるだけ。マキシマムモンスター火力爆上がりしてても全部跳ね返ります。あー強い。でちっちゃい頃はね、これ上から下に向かってきた矢印が下に向かってたら、これ結局攻撃反射できてないやんって昔からずっと思ってたんですけど、この矢印ね、これ今思えばあれですね、手前から奥に行った攻撃が筒を通して手前に戻ってきてるっていう描写なんですね。大人になってわかることもあったみたいです。他にもこれと同じくデュエルディスクに登場するカードが発表されてたんですけど、それはまた別の動画撮りたいなと思ってるんで、今回はこの2枚をご紹介しました。いや、いずれにしても激アツなんで、これデュエルディスク欲しいね。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。デュエルスタンバイ。